皆様、こんにちは。ちはアジア成長研究所のプラモドと申します。今日はアジア成長研究所の総員研究会を始めさせたいと思います。今日発表させていただくのは、ホーマ先生で今あ、特別教授としてアジア成長研究所で所属されています。本日の内容はものすごく面白くて、発表のタイトルは日本と九州の産業、 食料産業の活性化に向けてあ今ウクライナとかと戦争になっててものすごく面白い発表になると思います。それでは本間先生ご発表よろしくお願いいたします。はい、えー、皆さんこんにちは。えー、と4月から、えー、AGI に加入しました、えー。新人の本間です。どうぞよろしくお願いいたします。で、あの画面共有して。 発表に早速入りたいいと思いますそしてちょっとその前に本間先生は途中で質問とかご意見とかありましたらぜひぜひ質問させてください。はい、あのインタラプトしてもらって結構ですので、あのちょっと待てとあの一声声をかけていただければあのいつでも対応しますので、えー、よろしくお願いします。えー、では、えーとまあ、タイトルがこのようなことで。 えー、講演内容としまして、講演っていいますかねあの、セミナーの内容としましては、初めにあのコロナとウクライナ情勢と農業に関して、えー、簡単に触れて、それから、えー、あの日本の農業の話、特に近年の農政が、まあ、急展開していますので、その話をして、それからあ日本の農業の、まあ、現状と、そして、えーまあ、課題ですね。 についてお話をするとで特に2012年,年から2000年まで続いたアペノミクスの農政に関しての評価ということででそ,のそれ以後どのように農政が変わってきたかでさらにはまあこれが AGI としては本題かもしれませんけれども九州の農業についての まあ特徴とそれから課題といったものそして最後に提言的に日本農業及び九州農業に何が必要かといったことを話していきたいと思いますでウクライナ危機の前にまずは新型コロナに関してちょっとお,、まあ、おさらいをしていきますと、まあ、2年半近くになるわけですけれどもこの間どのような 影響がコロナのためにあったかということで言いますと、まあ、あの当初は食料輸出国、これ、まああの、問題があると、国内に問題があると、あるいは国際市場に問題があると、すぐ輸出に恥じるというのが、これらの国であ,りますあ,のあるんですけれども、今回、コロナの場合にもロシア、インド、ベルトナム等の国で、 輸出禁止措置を取った、まあ、国内優先です、ね、があってそのお、一時的に食料価格が高騰したと、そのウクライナ危機での,あの高騰とは違う形で、これはあのコロナの影響による輸出禁止です、ね、のための国際市場のシュリンクがあった、一時的な食料価格の高騰があった。 で、あ、あの、大々的に、ほ、あの、報じられましたのが、アメリカの、スミス、スミス、フルード、フィールド、フィ、フィーズという、ところだとか、それからタイソンフィーズなどで、要するに国内の食肉加工業者の感染によって流通が停滞したなんていう事件もありました。それから、まあ、移民労働者、あ、米国、欧州、何人によって生産が。 停滞するというようなことがあった。まあ、このあたりはあの皆さんあのご案内のところかと思います。でそれにのためにまああの移動制限による需要減少あるいは作付けの遅れ等で食料が手に入らない。そうすると貧困の拡大が起こったと。と いうことですねこれはあのウクライナ問題でも、えー、さらにそれが拡大することになっています。それから、まあ、食品ロスの拡大、まああの、流通が滞ったために生鮮食品が廃棄されたということですね。だから、えー、とあまり報道されなかったんですけれども、注目、まあ、我々の分野で注目したのは、その流通が停滞したために大都市や近郊農業で、 もう少し農産物が生産できないかとその流通コストを下げるあるいは流通の障害を避けるという意味で都市農業だとか植物工場が見直されたということがあります。で特にシンガポールなんかは自給率10%以下なんですけれども植物工場を増やすことによって自給率を30%まで上げるなんていうことが報道されました。 で国内的には、まあ、これは皆さんご案内のところで簡単に済ませますけれども、えー、外食需要の減少だとか、インバウンドの減少、あるいは学校の休校ということで、需要が停滞するということが起きたということですね。すあ一方で、レストラン等の外食需要は減ったんですけれども、巣ごもり需要でその家庭内食料商品が増えたといったところですね。 まあ、あの外国実習生の入国制限だとかがあったり、オンラインによる食品率の拡大というのも、これも、まあ、あご案内のところですけれども、えー、我々の分野でちょっと注目したのが、農業収入保険というのが、えー、のあの農業者に対して、えー、っと2019年から導入されてるんです、本格的にはです、ね、導入されてるんですけれども。 金目にかかわらず、基準年の収入の9割を切ると、その減った部分の9割までをマックスに補填されるという制度があるんですが、それに対して加入者が増えたといったことで、生産者のリスク対応なんかもちょっと変わったのかなということがありました。 で次にウクライナ危機と食料ということであの6点ほど挙げております。これはあの皆さんご承知のようにウクライナは国土地帯ということで世界の大国総地帯なわけですね。まあ、ここでの危機ということであの、まあ、生産減、さらには輸出減ということがあって、まあ、小麦の輸出量は1800万トンぐらいあるんですけれども今年は2月、3月、4月期で 収穫すするはずの冬小麦ですねこれが20%程度できなくなり、さらには春作物、これから植え付けを行う予定のものが30%程度減少する、あるいは困難であると。そしてこれもあの報道されているように、オデーサ港の封鎖で、も、え、のー、はあるんだけども輸出ができないというような状況が出てきている。 でまあ、日本はウクライナから小麦は輸入していないんですけれども、中近東とか北アフリ,アフリカあるいはサブサハラでの輸入ができなくなって、食料難あるいは栄養不足人口の増加というものが深刻化していくということですね。でロシアの農産物輸出もまたこれ経済制裁等により減少し、さらには シストリン、カリといった肥料の原料がロシアに多く依存しておりますので、これは日本にも大打撃を農業界にもたらしているということがあって、まあ、多岐にわたるということがあるわけですね。まあ、こんな形でこの,その戦争が長引けば長引くほど、世界の食料市場にも影響を与えるということで、さらにそれが深刻化していくかなと。 いいうう状況にあるということこですでこれから本題になりますけれども、まあ、近年の農業政策の展開ということで、まあ、安倍政権発足後成長産業の一つとして農業を位置づけてさまざ、あ、まな規制改革に取り組んできたわけで、まあ、一番あの話題になったのが農協ですね農協の 改革であり、あるいは指定団体制度における改変ということで、輸入産業ですね、生乳流通に対する改革なんかも行ったで、その間、TPP11 だとか、日曜 EP EPA、あるいは RCEP といった対、まあ、外的な開放政策を行ってきたというところであります。 これから農業に詳しくない方もたくさんおられると思いますので少し日本農業の状況をお話ししていきたいと思います。基本資料ということで農業総生産対全産業に対するへの比率ということで見てもらうのが一番分かりやすいかと思いますが。 1960年当時、えー、GDP で見て1割近,近くあったものが今は1%を切って0.8%ぐらいになっていると。で、えー、就業人口で見ても3割近くあったものが3%を切っているということですね。で、まあ、これだけ減ってはいるんですけれども、1個当たりの高地面積は1ヘクタールから2.5ヘクタール。 弱ということで2.5倍に増えたじゃないかというふうに見る向きもあるかもしれませんがこの1個当たり1ヘクタールというのがいかに小さい規模かというのは例えばアメリカでも500ヘクタール600というのが普通でオーストラリア等になりますとまあ 当たり3000ヘクタールなんていう、まあ、あの土地の利用形態が違いますから一概には比べられませんけれども、えー、増えては来ているんですけれどもこれではなかなか生産効率が上がる規模ではないんだということをここで確認しておきたいと思います。で農業総生産、えー、まあ,あの農業がなんとなく弱体化しているからこう減ってくるんじゃないかという、えー、見方もできますけれども 実は農業人口だとか農家個数が減っていった1960年から1980年ごろまでは農業生産総生産そのものもノミナルですけれども増えてはきていたんですね。それが1990年以降減少して最近ちょっと持ち直してますけれども、まあ、これはあの、えー、まあ米の減少に大きく依存するわけですが。 まあ、あの全体的に見て農業の弱体化、脆弱化を表す指標として見ていいんじゃないかと。で、その弱体化と同時に、この中の構成要素が非常に変わってきているということですね。米はかつてはまあ半分から半分以上の生産額を占めていたわけですけれども、まあ、1984年でも3分の1、それが今、2割を切っている。 代わってその生産が拡大したのが畜産ですね。3割弱だったものが3分の1を超えて畜産が日本の農業の主流になっているという事実をここで確認しておきたいと思います。であのちなみに九州のところを拾ってみましたけれども、えー、九州の農業生産額の推移は、 日本の全体ほどには変動ないんですね。それの理由は米のウェイトが小さいということですね。その代わり畜産のウェイトが高いと、えー。さっきの図で見ますと、全国では米は20%のシェア、それから畜産が36%のシェアですけれども、九州は米は1割に満たない。一方、畜産は半分近くを占めていると。 いうことで、まああの、九州は畜産王国ということがここで見て取れるということになります。で農業構造の方のお話を少ししたいんですけれども農業従事者数、えー、基幹的農業従事者というのは、仕事が主で,で自家農業に携わった人ということで、まあ、通常考える農業労働者というふうに思ってください。で えーまあ、あの高齢者はそれなりにまだまだ頑張っているというところがありますけれども、えー、この60代、70代の人たちの人数がどんどん減っているということですね。でこれは10年後で見ますこの、えー、と、ブルーの60歳代が10年後には70歳代に なるわけでここが100万,以上100万人以上減っているというようなことで全体的にこうあの下崩れするような形の構造になってきているということでなおかつもともと少ない49歳以下の人たち50歳未満がその20万人から15万人を切るような。 えー、ところまで来てしまっているということでいかに新規参入が少ないかということになるわけです。で、えー、っとあ基幹的農業従事者の定義がここに書いてあるんですけど、仕事なしで、えー、主に自営農業に従事した世帯ですね、まあ、全国と90、えー、これ、えー、無理やり2つつなげたんでちょっと分かりにくいかもしれませんけども。 えーまあ、日本全体で見ても九州もそうなんですがやっぱ、えー、と50代から70代まで、えー、頑張っていた人たちが令和2年になりますと同じ年齢層の人たちがガクンと減っているというところですね。ですからら、まあ、高齢者とは言いなながら、えー、それなりに その世代それぞれに頑張ってきその従事してきた人たちがなかなかそれが維持できなくなってしまっていると、まあ、人数が減ること自体が問題なのではなくてやっぱりその中の構成員ということですねそうすると平成27年で九州では60歳65歳以上が61%だったのが えー、令和2年ではそれが65%まで上昇してしまっているというところがありますので、高齢者問題というのは、高齢化問題ですね、高齢者問題というのは、九州でもかなり深刻だということをあの見て取れるわけです。でえーまあ、全国平均と比べてみますと、この平均年齢ですね、従事者の平均年齢、各個が全国で、 ッコの,のつかないところは九州でありまして、まあ、2010年で64歳だったのが、2020年では平均年齢は66歳を超えているようなこと。確かに農業、まあ、経営体数は減って、一方で法人経営が増えているというような構造変化は見られるわけですけれども。 規模拡大に寄与するような年齢層というのはなかなか増えていないというのが実態ということになります。で、これ農林業センサスといって、まあ、国際調査と合わせるような形で農業の経営 携帯に対ししてて調査をしているわけですそれを農林業センサスというわけですけれども2015年から2020年にかけて九州の携帯数の規模で見ると小規模が減って規模の大きいところが増えているというところが見て取れて100ヘクタール以上が 九州では96形態があるわけですけれども、これが5年前に比べて3割増えたというような数字ですね。で、えー、販売金額で見ると、これも小さいところは減っていて、大きいところ、特に5億円以上のところが増えていると。 まあ、あの畜産農家は非常に大規模化していますので、えー、その意味で、えー、その九州の,この,5の5億円以上の経営,数経営体数が増えているというのは、まあ、顕著である。まあ、畜産のまあ振興をまあ裏付けているというふうに言えるかもしれません。5億円以上の経営数は九州で275経営あるということになります。で九州の中でも これはさっきの5億円ではなくて恐縮なんですけれども、5000万以上の売上げのある農業経営体というのが、宮崎では大きく、あるいは熊本、鹿児島ですね、こうした畜産圏においては、全国をしのいで大きく伸びているというふうに言えると思います。 まあ、あの他の県は、えっ、ー、と、あの全国、以下ですけれども。他の、あの、まあ、農業圏というところではありませんので。ここは、まあ、えっ、ー、と、宮崎の、えっ、ー、と額、えー。販売金額が、大きい農家数が増えたと、いうところを見てもらえれば。あの、いいかと思います。熊本、お、宮崎、えー、から鹿児島ですね。この辺りが、九州農業への。 貢献度が大きいということになります。で、ここでちょっとまとめておきますと、農業生産額が減少している、これは農業構造の脆弱化による、あるいは高齢化が進んでいる、まあ、表では示せませんでしたが、他の統計調査によりますと、稲作では65歳以上がなんと77%を占めているというような。 あのえー、全国の数値ですけれどもあるわけですね。で一方の農地の集約が進まず、まあ、分散策法と言われているような分散補助ですね。であの大規模形態の台頭が見られるけれどももともとの数値があの小さいということもあって数としてはまだまだということがありますけれども九州では275。 えー、携帯が5億円以上ですが、あ日本全国では1326、100ヘクタールの場合には96、えー、北海道以外で561、北海道で1300、1400近くがあるんだというところですねで。ここまでのところで何かご質問等はございませんでしょうか。まあ、あの実態の話ですから まあ時間も限られているので、ちょっと先に進ませてもらいたいと思います。まあ、取り組むべき課題ということで、えー、農地問題、これはなかなか、えー、進まない、その理由は多々あるんですけれども、要するにマーケットが機能していないというのが一番で、えー、農地バンクというのは、農地中間管理機構ということで、えー、各都道府県に一つ、うん、いわばマッチング の組織を作って、まあ、これは農水省指導なんですけれどもそれで農地のマッチング需要と供給のマッチングをやるということになってるんですけどもなかなか進まないでその農地バンク以外に人農地プランというものを各市町村でその計画することをまあ義務付けて集落ごとに農地プラン というものを作っているわけですね。で、えー、10年後には、えー、誰がこの農地を担うんだというようなことを一筆ごとに貼り付けるという、まあ、プランも今あるんですけれどもなかなかこうしたその人頼みのところで、えー、マーケットはなかなかつまり農地マーケットは機能してないということであります。でもう1つは農地取得のののためのその 解禁ですね、農地取得を株式会社に解禁するということは、その声も大きいんですけれども、まあ、実態として、まあ、実現してないと。国家戦略トップで兵庫県薮市などで実現されているわけで、それは全国展開しようと、はたり市長中心に頑張ってるわけですけれども、なかなか壁が厚いというところになるわけです。それから、米の減産政策。 これは形を変えて飼料米の生産に非常に多くの補助金を出して誘導し、就職米の米を減らしてその学を維持する、就職米の価格を維持するということを行っているわけですけれども、まあ、これも続いているということですね。 実は国際的には米の需要は非常に増えていて、減産なんかを行っている場合ではないんですよね。もっと海外に向けた整備をしなきゃいけないということですが、なかなかこの減産政策、まあ、それの一環としての飼料米政策の見直しは必須ですけれども、進んでいないということになります。 だからまあ農地がバラバラになっているというその分散策法というふうに言いますけれども、これが一例で、耕地面積16ヘクタールに対して大,大規模ではないんですけれども、これが7箇所に分散している。と1箇所あたりはわずか 23R であって、農地間の直線距離はまあ5キロも離れているところがある。ここ トラクターだ、コンバインだというものを運んで経営するわけで、たとえこれが100ヘクタールあったとしても、100ヘクタールの経営とはとてもとても言えない現状があるんだということですね。で農地の身体をその流す手法として、さっき言った農地バンクというのがあるんですけれども、それと、それから市町村が土地利用計画を 作ってその下で相対で取引を促す形態であとは個別に農地法による個別許可、まあ、この辺りあの詳しく説明すると長くなるんですけれども、まあ、あのこうした農地農用地利用計画だとか農地バンクを利用すると農地法の制約を外れて流通できるというメリットがあるという形にはなってるんですけれども その農地市場がなかなかうまく機能してないということでさっき言ったこうした分散策法が、まあ、あの実体化してるわけですね。これらもこの例えば右左端の,とこ,ろにのところに農地を集約しようと思ってこう交換分合という手法もあるんですけれどもなかなか農地が手放さないあるいは貸し借りも含めて分散されたままだ いうことが、特に米,米作、米の稲作においてその生産性が向上しない一つの大きな理由になっているということであります。まあ、これを米の中心に考えたわけですけれども、えーまあ、農地問題というのが一つ大きく、ここで日本の農業の足かせになっているということであります。もう一つは えまあ農業というのは、どうもあの素材提供産業になっているという部分が昔からあるわけですけれども、これをフードシステムで考えるという形であの展開しようとしています。生産から消費まで、加工、流通を含めて、すべてその一貫して、一気通貫でやってしまうということですね。 まあこれが一つのシステム、あるいは会社、あるいはその連合体でやれればいいんですけれども、なかなかそうはなっていない。これを立体化してやろうということで、6次産業化、1次産業、2次産業、3次産業を全部合わせて、6次産業化として農産物を消費者に届けるという考え方があるわけですけれども。 これは一つ、えー、農業の付加価値を高める上でも重要な考え方なんですね。従って、まあ、ここは農業、フードシステムで考えるということが、今後、日本の農業を活性化する上で一つの大きなポイントになるかというふうに思います。これをデータで示しますと、ちょっと古いんですけれども、2011年で、えー、農,林農林水産物の 生産額は10兆円ほどなになりますけれども最終消費で見ると76兆円80兆円に近いこれ2011年で2020年にはこれ100兆円超えてます中の、えー、と細かいデータが示せないのであの古いデータを持ってきてるんですけれども飲食料の最終消費2020年で見て、まあ、100兆円を超えてるということがありますので この100兆円をフードシステムのあるいは食産業の食の産業の生産額として見て展開をするという視点が重要になっているということをここで申し上げたいわけですね。でえー、具体的なビジネス展開としてつまりこのフードシステムとして考えるということの具体化としてはどういうことかというと、まあ、川下と川上の統合。 ということで、サプライチェーン、バラエティチェーンを確立する。だから、有料農家と企業というのは流通であれ、食品産業であれ、あるいはレストランであれということですね。有料農家と企業のコラボレーション。だから、流通業界の情報産業化だということが。 これに関連して、今申し上げた1次、2次、3次産業をつなげていくような6次産業化で、そこの中でリスク対応も分散化するということを考えていくということですね。でさらには地方の自治体との連携で、矢部市が行っているような国家戦略特区をもっともっと活用していくという方向です。 もう一つはそのフッドバレー、これはあのオランダが有名なんですけども、ワーヘニンゲン大学を中心として、1500社ぐらいがぎゅっと詰まった半径15キロぐらいの間に基礎研究からマーケティング、あるいはそのベンチャー企業まで含めて研究拠点を持っているわけですね。そうしたものを 日本でも自治体としてフッドバレー構想だとか取り組みはやってるんですけれどもなかなかそこが集積したコアになっていないというのが問題だということになるわけです。それからその農業の経営というのは今は都道府県の職員である農業改良普及員と。 いう方だとかあるいは農協の営農指導ということでやってるわけですけれどもやりこれは本格的なコンサルティングの,業の、えー、ノウハウを教えるようなそういうシステムを作っていく必要がある。同様のことは輸出振興ですぐ後で言いますけれども輸出も1兆円を超え,超えたということで、まあ、あ喜んでいる、えー、傾向もあるわけですけれども。 なかなかその中身を見ると、寂しい限りで、お寒い限りであって、ここは輸出振興のためにさまざまな展開が必要であって、国際マーケティングの専門家を入れるといったことが必要になっている。その意味では、農業だけで切り離した活動ではない企業、あるいは産業の展開が必要だということになります。で今、輸出のことを言いましたけれども、 えー、2021年度で、まあ、1兆円を超えたということでよかった、よかった、まあ、これあの、えー、目標としていましたから、達成できたというような新聞報道があるわけですけれども、しかし、この農産物として8000億,億円計上しているうちの半分は食品なんですね、特にそのインスタントラーメンだとかカップ麺といった。 加工品で、まあ、あのそれ自体の輸出が増えることが悪いことではないんですが、まあ、原材料はアメリカ、オーストラリアから購入した小麦、それによって加工して、まあ、食品産業は潤っているわけですけれども、それによって農業自体が潤っているわけではないということで、これを農林水産物輸出という形でうくくっていいのかどうかという問題がありますが、まあまあ、そこは置いといて。 ともあれ1兆円を超えたけれども、その中身というのはお寒い限りであって、いわゆる純粋の農産物は3,500億円から4,000億円程度のものであるという認識が必要かというふうに思います。 これ、農水省があのだいぶもう10年ぐらい前に出しているアイデアで、あのこれ時代私、あの割と評価していたんですが、あの最近はあんまりあの農水省は行ってませんで。FBI 戦略ということで、メイドフロムジャパン、メイドバイジャパン、そしてメイドインジャパン、メイドインジャパンがあ今あの、統計で示した輸出ですね。 それだけではなくて、メイド・フロム・ジャパンということで、世界の、えー、料理業界、料理業界に日本の食材をもっとこう取り入れてもらうといったような形で、えーそのえーまあ、文化としての日本食を、まあ、売り込んでいくということ、それからもう一つは、えー、日本人が海外に行って、日本の料理の伝達。えー 料理法の伝達だとか人材育成をやって日本の食文化を広めていく文化だけじゃなくてまさに生産そのものを海外で行っていくといったようなこうしたメイドフロムジャパンメイドバイジャパンメイドインジャパンこういうところにももっとお金を使っていいんじゃないかなと思いますけれども最近あまりこれ言われなくなりました、まあ、こういうことも推進すべきだというふうに思っております それから、だんだん時間がなくなってきましたけれども、えー、アベノミクスから環境農政へということで、えー、アベノミクスは先ほど言いましたように、農業成長産業と追い続けて、農業改革だとか、えー、生産資材のコストを下げていくといったような努力を、まあ、あのして、一定の成果を見ているわけですけれども、えー、しかし一方で、まあ、SDGs だとか、 環境への配慮ということで、政策が変わってきました。その話をちょっとしておきたいと思います。えー、緑の食料システム戦略というのは、農業全体で CO2 ゼロエミッション化をするということで、化学農薬を減らしたり、化学肥料を減らしたりということで、そのための実践課題として有機農業、今、 2万ヘクタールぐらいしか全国でないんですがそれを100万ヘクタールまで有機農業を広げるということがその目標として掲げ,掲げられています。これは背景としてはこの3番目に書いてあるところですね EU でファーム・トゥ・フォーク農場から食卓までといった役でされてますけれどもそういう戦略で 2030年までに有機農業を25%に拡大する。これの焼き直しというか、日本の場合は2050年が目標なんですが、内容としてはほとんど EU の,のファーム・トゥ・フォーク戦略に習っているということで、20年遅れでも同じことを達成しようと。 いうこ,とで、まあ、この背景には地球規模の環境に配慮した農業の在り方ですねそうした問題だとかあるいは SDGs といったところの,その関心の高まりと。 いったところにあのそれを反映しての戦略なわけですねで、まあ。詳しくは申し上げませんけれども、ヨーロッパでは実現できるが、日本でこれを実現できるかといったら非常に懐疑、えー、的な人が多いということで、まあ、その方々の意見をちょっと、えー、紹介しますと、有機農業というのは非常に難易度が高いと、えー。それはあ 方法論的にその確立していないというところもあって、なかなかその有機農業と食料の安全保障だとか自給率の向上というところが合致しないということですね。で、今言ったように技術が確立されてない、あるいは農薬とか化学肥料を使わないということになると、栄養分が偏ったり、病害虫が生じやすくなると。 一方であの、一般の人にはちょっと驚きかもしれませんけれども、有機農業を指導できる人は極めて少ない、まあ、特農家というような人たちがいないわけではないんですけれども、要するに技術的なマニュアルがきちんと確立していて、こうやればああのこうなるんだということが、まあ、言えないと。 そそれもそうですよねあの病害虫に対して、えー、いわばそれを抑え込むという、えー、技術を導入しないで、えー、そのあるがままに、えー、生産させていくと、生産するということなので、えー、これはあの自然界の影響を非常に多く受けるということで、えー、非常に難しいと。 いうことになるわけですねそれに対して農水省の回答策というのは今その流行りの言葉であるスマート農業いわゆるその技術を導入した農業の展開と今後2050年までにそれがもっともっと発達するだろうということでスマート農業の展開に全てを 閉じてしまっているということがあるということですね。で、先ほども触れましたけれども、九州の農業の特徴についてちょっと触れておきます。九州経済全体で言いますと、あのこれも皆さんご案内のところですけれども、まあ九州の経済はいわゆる一割経済というふうに言われているわけで、えー、まああの GDP シェアだとか。 企業数、就業者数で見ても全国の1割を担っている。それに対して農業は 2, 2割を担っているという意味で、えーまあ、あの九州は農業、えーえー、農業王国であるというふうに言えるわけですね。農産物質ももこれも えー、2020年、2021年にはもっと伸びてますけれども、えー、1兆円のうち約1000億円を担っているということで、この輸出に関しては、まあ、あの1割ということになりますけれども、えー、農業全体の,その規,模規模といいますか、活動という意味では2割ということになるわけです。 で特に輸出振興、この輸出を1割からもう少し2割まで乗っけてあの重ねていくということが必要になることだろうかと思いますけれども、えーまあ、九州の,その得意の畜産で言いますと、えー、全国で15ある対米輸出の施設、えー、EU で言えば11あるうちの、えー、その九州は8つ、対 EU では5つを占めている。 体制は整っているわけですねむしろ全国的に見ると他から救助に持っていって輸出するという傾向もありますので、こともありますので、これをもっともっと活用していくという方向で輸出を伸ばすという戦略を考える必要がある。で輸出をその伸ばす一つの方法として、 これはあの沖縄で、えー、アナとヤマトですね、黒猫ヤマトが組んで行っている、まあ、シンガポールだけじゃないんですけれども、これはシンガポールを例にとった、まあ、お,つあのお取り寄せ輸出モデルということで、産地から、えー、地方空港を経て沖縄に集めると。まあ、で、えー、それで、えー、シンガポールのチャンギク空港に、えー、持っていて、 消費者に渡ると翌日の14時には渡っていくということでこのシステム、まあ、今あのコロナでなかなかあの機能していないわけですけれどもこうしたいわば航空便と農産物の輸出というのを絡めてでこれはヤマトなんかも非常に力を入れててヤマト運用の担当者に話を聞いたことがあるんですけれどももうヤマトはトラック屋ではないんだと。 えー、いわゆる、えー、その新たな商社として、まあ、参入している、えー、覚悟があるんだというような話を聞いたあ覚えがありますけれども、そんな形で、えー、特に北九州では、あと,、えー、と,あとで話をいたしますけれども、JAL が貨物便を、えー、その利用するということで、 ヤマトがそれを活用して、その国民の発送を行うということが今、出てきているわけですね。したがって、北九州空港なども、さっき言った、アナとヤマトの組み合わせのような形のもので、もっともっと国務を 利用した農産物の椅子ということの展開があってもいいんじゃないかというふうに思っています、まあ、あの時間がありませんのでサービス産業化としてというようなところはちょっと省きますで、えー、最後のに、まあ、まとめとしてこれからの日本の農業に求めるということで五点ほど挙げておきますでもうすでに繰り返したわけですけれども繰り返して述べたわけですけれども素材産業とするのではなくて 多産業と有機的に結びつけるということが大事、フードシステムとして考えるということですね。だから農業地域を、まあ、北海道と九州を食料基地という位置づけにして、やはり大規模経営を展開するようなその農政が必要であるというふうに思います。だからそうでない、例えば条件不利地なんかでは、都市住民を顧客とするサービス産業化と。 というものを展開する、まあ、農業というのは非常にあの多面的な価値を持ちますので、えー、サービス産業としてのポテンシャルは非常に高いと思っています、まああの。今日はあまり詳しく話をする時間がありませんけれども、えー、そうした形で農業の活用の仕方もあるんしかし食料基地としては、えー、北海道と九州という位置づけを明確にする必要があるということですね。 で海外市場においてはの、日本の農業の資源、さっき言った FBI というやつですね、それを展開していく。でまあ、結論的には、フードシステムを構築して、農ではなくて食の産業化、価値を高めるような食の産業化を図っていくいう。そういう形で、まあ、その農林水産省はまあ食料産業省。 と名前を変えてもいいぐらいだというふうに思ってますけれども、まあ、あのそんな形でその農林水産という言葉の、まあ、あの古さを脱却してその近代産業に置き換えていくという政策転換が必要では えーまあ、あの北海道と並ぶ日本の食料基地と、まあ、位置づける、実際位置づけられているわけですけれども、えー、例えばその農政の、えー、重点的なあ政策だといったようなことも含めて、もっと、えー、やっぱりあの政策においても差別化が必要だというふうに、えー、あの思います。そあのその食料基地化とといいうううののはまさにそういうことで政策の集中化 とということをいたいたというふううこをえたふに思いますから同時に対応多面的な価値多様な価値相場に投資するということで、農業のあり方は散々あると、さまざまにあるということですね。それから、九州農業に関して言いますと、北海道より地理的にはアジア方面にそのアドバンテージがあるわけで、北海道がもともとしている間に、 どんどんアジアに関あの対して輸出を図っていくと、えー、牛乳でいうと LL 牛乳ロングライフ牛乳が熊本から あの出ていったりしてるんですけれども、もっともっと積極的に、えー、特にその下に書いたように、国内市場が縮小して、えー、このコロナ禍でも牛乳が余って、みんなたくさん飲んでね、なんていうことを言ってるわけで、ね、それはあの、えー、と私もいろいろ相談を受けて、牛乳余ってるんだけど、どうしたらいいでも輸出したらいいじゃないのと、この一言に尽きるわけですね。でそうしたあのことの,、まあ、あの体制作りが必要だ ということで先ほど先走って申し上げましたけれども九州の空港を物流基地,かあの基地とすると単にその大和貨物便としての活用ということだけではなくて、えーまあ、あの北九州地域に元、えー、空港およびその周辺地域に物流あの基地として、えー、もっともっと農産物にもちろん限らないんですけれども。 えー、農産物の,、えー、そのフレッシュな農産物および加工品の集積場あるいは加工工場を含めて、えーえー、設立して、えー、その海外、特に東南アジア、あるいは、まあ、東アジアへの農産物の輸出戦略基地とすることが望ましいんではないかというふうに思っております。 えちょっと駆け足になりましたけれども、これで私の報告を終わります。途中で皆さんからご意見を、あるいはあの、えー、と質問を受けると言いながら、ちょっと最後まで走ってしまいました。はい、どうもありがとうございました。本間先生、どうもありがとうございました。本当にあの面白いご発表で、いろいろ。 何か知らないこといっぱいありましたんですけども、皆さんも炎上したと思います。あ今からちょっと質問やディスカッションコーナーに入りたいと思います。堀岡先生、てますね岡先生よろしくお願いしますああ。どうもありがとうございます。あの神戸大学の堀岡です。本間先生、どうもご無沙汰しております。あ今日は大変あの興味深いお話、ありがとうございました。あの 非常にあの勉強になりましたしあのいろいろ多岐にわたるお話でしたのであの、まあ、非常にあの考えさせられることが多かったですあのお話の端々にあの農産物の貿易に関するお話がありましたけれども、まあ、それと関連してあの2つだけご質問したいことがあります、はい、1一つはなんかあの前半の方で米の 減産政策をやめてあの海外市場を求めるべきだというふうにご提案されていたと思いますしこれは、ね、素晴らしいご提案だと思うんですけどもまあ私まあ私の,あの知識が古いのかもしれませんけど日本の米は確かにあの海外の,あの米よりもはるかに高いですよね値段がはるかに高いですのであのそういう状況を考えてもこう 米の輸出を拡大することは可能かどうかお聞きしたいと思います。あまあもちろん価格だけで決まるわけじゃなくて日本の米がおいしいとか品質が高いということであれば高くても海外で売れるかもしれませんけどもまあその点も含めてあのどの程度その米の輸出を大幅に増やすことが現実的かどうかについてお聞きしたいと思います。それが1点です。で2点目は あの先生のお話の最初の方であの農産物の貿易の自由化の話がありましたね、TPP とか RCEP とかいろんなそのあの新しいあの自由化の動きが進んでますけども、それによってもちろん日本があの農産物を輸出しやすくなりますけど、同時に輸入がどんどん入ってくるわけでして。 そういった輸入の拡大によって日本の農産業、あ、農業がどの程度その打撃を受けるのか、あのなんかそれに対応して対策を取る必要があるのか、それについてもお聞き,お聞きしたいと思います。それが二点目です。あ、以上です。よろしくお願いします。はい、あのえー、っときあの大変ありがとうございました。非常にあの、えー、鋭い質問で、えー、非常にあの根幹に関わる。 えー、部分だと思いますまずあの米の輸出に関してはですねこれまあそのえっ、ー、とその円安の傾向もあるんですけれども、えーまあ、どこの国との米と比べるかということがありますがいわゆるカリフォルニア米なんかと比べるとあのだいぶ価格差が縮まってきてます。 したがってあの今でもあの、えー、もう少しコストダウンをすると。で、えー、その,あの我々数年前にその研究報告、研究を通じて日本の米の,、えー、あの生産はあ、えー、いわゆるあのフロンティア生産関数なんかをこあの想定して、えー、計算すると、えーその 1票、えー、ですね、60キロで、えーまあ、5000円ぐらいで、えー、あの生産できるという、まあ、日本全国ではないんですけれども、そういうあのフロンティアを、えー、ポテンシャルとして日本のお稲作は持ってるんだと。まあ、今、1万2000円から1万4000円ぐらいコストをかけてますけれども、まあ、それの半分以下にすることができる、そういう農家がたくさんあの出てくると。 いうことがありますしたがってカリフォルニア前であっても、えー、と日本はああの戦っていけるというふうにあの思います。だから、えー、その日本の農業の,その米が輸出がその困難だというのはかなり以前の話であって今日的には非常に競争力をつけつつあるということが一点ですね。でもう一つは えっと、ポテンシャルとして、まあ、牛肉とかいろんなことを言ってますけれども、個人的には日本の農産物の輸出で一番ポテンシャルがあるのが米だというふうに思っています。それは一つには、えっと、日本の米の技術があの、まあ、素晴らしい。で、コストダウンについても、えー、その実現が可能であるで。ゆくゆくは大規模化が進んでいけば、えー、先ほど言った米の そのジャパンニカ米以外での米の輸出が可能になっていくと。インディカ米を100ヘクタール、200ヘクタールでやって、その一部を輸出するという可能性も十分あると思いますので、でまあ、今、アフリカを中心に世界でその米の需要がどんどん増えていって、えー、その2050年には今の,その50%増しぐらいの。 輸出量になるというような予測も出ていますのでそこに向けた対策を考えていくということが必要だというふうに思います。えー、とその2番目の、えーまあ、貿易の自由化これはあの散々あのこれまでも言われてきたわけで,で特にあの、えー、牛肉豚肉は、えー、関税がどんどん下がっていくということで影響を、えー、懸念されていたわけですけれども。 まああの10年とか15年かけて下げていくということでそれに見合ったコストダウンを行うということは十分可能であるということで特に TPP の頃のがその話題になってた頃に言われたのは全面的即時撤廃なんていうことを言われてそれであのいろんなと被害損害が出てくるというふうに言われたわけですけれども。 少なくとも緩やかな解放プランになった TPP、あるいはもっと緩い r、CE、p ということで言えば、大きな損害、あるいは損失はないというふうに個人的には思っているし、まあ、政治的にもあまり損害が大きいと言えないこともあって、農水省も TPP の損害はないと。 そのなくするためにいろんな、えー、措置を講ずるというような方に言ってますので、今ですからあの決まった TPP の,の関税引き下げプランに対して、えー、これで日本の農業が崩壊するという議論はあのなくなっているところであります。むしろその米にしろ、牛肉にしろ、輸出のためにどうするかという方に政策も転換しております。こんなとことろろででよししいでしょうか あはいどうもありがとうございましたそれ聞いてあ安心しました。<laughs> では次は羽<っ>田先生でその後は高木先生。はいどうもありがとうございました。えっ、ー、と私は二つ質問がありまして一つは食料安保のあり方についてなんですね。まああの私の理解では従来例えばスイスとか、えー、オランダとかは <laughs> その穀物の自給率は非常に低くて、でその代わりあの、まあ、半年分ぐらいの、えー、備蓄を持っていると。だからいざ戦争になったら半年はあの少なくとも穀物で耐えられるという、えー、体制を整えているということなので、まあ、日本も例えば半年の石油なんだから、石油の備蓄があるということだから、まあ、それ以上、<laughs> あの 戦争が長引いたらまあ興奮地も何もあの動かないわけなんでまあ半年分の食料があればいいだろうと思ってたんですが今のウクライナの情勢なんか見ると戦争始まったら半年で決着をつけるんじゃなくてその後もあのかかるかもしれないという感じはある。 子供の時の昭和23年とか24年とかいうのは、もうあの小倉の家でもですね、庭にはもうカボチャ植えたり、砂糖キビを植えたり、も庭っていうものは全部食料の基地だったんですよね。で、ということはですね、その半年は備蓄で持ったとして、その後戦争が長引きそうだったらば、そうするとなんかもう非常に促成の、まあかぼちゃがどれくらい早く育つか知らないけど、 促成の、その、そういうものを、種やなんかを、野菜工場でもいいし、学校の校庭でもいいけども、ある程度植えて、持つというような対策。先ほどおっしゃった近郊の、えー、での、の、農業のような一種ですけど、そういうことが、あの、具体的にやってるところあるんだろう。とにかく、私は、の、農業で、あの、農地で。 やるのは全然無駄だと思うんですよね。でも高運気も動かないし、えー、それから輸送もできないし、なるべく近くで、えー、リアカーで歩いていけるようなところでやるべきか、人間が飲むようにかだけど、そういう食料安保の,その半年以降の具体策っていうのはいあの非常に重要なあのポイントですね。まして、今、あのウクライナ情勢であの国民の多くがそういう。 食料の安安全保障に対してて不安を持っいいるとところだと思います、えーあのまあ、論点はあの2つありまして1つはとその有事の際にどうするんだという話それからそうしたことに対して平時にどんな備えをが必要なのかということだと思うんですね。で有事の際の話としてはあの、まあ、スイスの例をあの出されたんですけれどまさにそうで。 まあ、あのスイスの場合、何でもあの憲法に持ち込むんであのあの、憲法で食料の家庭内備蓄まで義務づけてるんですね、2週間は、えー、と有事の際には、まあ、すぐあのマーケットを閉じるから、2週間はあの一切流通させないよと、だからあの家庭内で備蓄しなさいよねということで、で、あの畑先生はご存知だと思うんですけど、したがってスイス、ジュネーブ行っても、パンはまずい、えー、ミルクはめちゃくちゃ高いと。 いうようなことがあってこれは、あのえー、ここ麦を,をつまり古い麦、えー、から食べているということで、まあ、備蓄政策が非常にしっかりしているわけですね。えー、そんなあの形で有事、えー、の際にはマーケットを閉じて、えー、2週間後にマーケットは来るけども全部波及制にすると。で、えーと、2年後には完全自給を実現するというそういうプランニングがそのきちんとしているんですね。 日本の場合には、まあ、あのちょっと前に、えー、2020キロカロカリー、450万ヘクタールで2020キロカロリーの,、えーえー、とその食料供給は1日当たり1人ですね、できるんだということを言ったんだけれども、農水省は言ってるんですけれども、それを実現する術がない。まさにあの 先生言われたように、それを実現するためにどこの家でどれだけかぼちゃを植え、米を育て、芋を育てるか、植えるかという、そういういわば命令大会、有事構成の中できちんといわばあの強制力を持ったプランニングということをその有事対策として行う必要があると。ってこれは石油備蓄の配分も含めて えー、その農水省あるいは農業政策だけの話ではなく、えー、国全体の有事法制の中できちんと位置,位置づける必要があるということだと思います。で、それがあれば、えー、平時では、そのおい、えー、しいものを食べて、えー、多少自給,自給率が下がっても、有事の時には大丈夫だよねっていう安心感があればあいいんではないか。 えーまあ、おあの要するに、えーまあ、あのこういうウクライナ情勢の中で、えー、あんまりその美食のことを言っちゃいけないんですけれどもそれなりの,その世界中の食を延長するという体制がをあの作っていけるとただし、えー、と備蓄だとか平時においても畑先生は半年と言いましたけどもその間どうするんだという形の備蓄政策を えー、危機対策あのいくつかのシナリオに応じた危機対策を、えー、作っておいてそのためのリスクプランというのを考えていくということが必要だ。まあそんなふうに思っています。どうもありがとうございました。あまあ何のために言えばあの別に戦争が起きるために実際に起きるとは思ってないんだけど。 それがなかったら全然脅しに屈してしまいますよね。そうそうそう,そうあの。それがあれば向こうも非常にしゃべにくい。そういうことですよね。だから国民として全然怖くないんだと。うん、だからあんまりそういうあの恐怖があるようなあの論調は排除できるということ,とすそ,うですその一方で、農業にあに自,自給率のために補助するというのは全然有効でない。えー、お,っおっしゃる通りです。平時の自給率はあの安全保障の指標になりませんということですね。はい はい、どうもありがとうございました。どうも、高木先生。どう、どうも、今日は、あの、本場先生、あの、ご発表ありがとうございました。あの、あの、三十、三十年前、三十年以上前ですね。日本がまだ、その、経済、エコノミックス、スーパーパワーって言われてた時に。僕は、その、アメリカにまだいて。 でそのアメリカにあの日本経済に対する関心がすごく強くてその日本経済について教えてくれという話があって僕はそのワシントンの某大学の,あの大学院で日本経済について教えたんですね。でそのにわか勉強で多分一つのレクチャーは日本の,あの農業について話したんですけどおそらく本間先生の書かれたのをそのまま。 教えたいだと思うんですけども <laughs> <laughs> あの30年前と全く同じ話ですよね、ある意味で。はい、はい、で,で、だからその,その後継者がいなくて、運なんていうことで、そしてあの時の私の講義によれば、もう30年後には日本の農業なくなってるはずなんですけど、まだ存在してるわけですよね。そしてその輸出,輸出が今1兆、1兆円超えてるんでしょ。うん だからその小出しだったかもしれないけども少なくとも日本政府はまあいろんな政策を今まで取ってきたわけですよね。それで今,今があるわけですね。まだ存在してるわけですよね農業が。だからその全く今までの政策がその効かなかったっていうことじゃないですよね。ある部分は有効だったわけですよね。でだからその例えば30年前と比べて。 今どこが違うんですか、まあ、そのとにかく表面上は全く同じような問題を抱えているようなんですけども実際にはいろんな政策を行って例えば株式会社の話だってあの完全にはできないかもしれないけどもあるところではやられているわけでしょう。だからいろんな政策を取ってきたからどのようにしてその過去30年間の政策を評価できるんですかはい、はい、ありがとうございます。 えーとね、あの非常に、えーとあのえーまあ、鋭い質問でありまして、えー、あの30年間何もしていなかったわけではないというのはその通りなんですけれど,、えー、ですけれどもやっぱりスピードが遅いんですねスピードが遅いということとそれから変えてきたことがそのポジティブではなくて全部あのパッシブというか受け身で あの政策が行われてきたゆえに、後手後手に回っていると言いますか、簡単に言えば外圧に屈して、いろいろ国を開けて、日本の農みはだメになる潰れるというあの言われつつも、どっこいまだあの頑張ってるじゃないかという面がある、まさにその通りなんですね。えー、ただ やはりスピードとそれから行う政策の規模が小さい。したがって世の,中の世の中というのは世界の農業の展開、あるいは世界の農業の再編についていっていないということに、まあ、尽きるわけですねで。ようやくこの段になって、えー、さっき言ったようにあの、えー、と100ヘクタール、えー、それから 5億円を超えるような兵隊もあの出てきたということで、えー、あの頑張ってる人はそれなりにあの頑張っていくでこれも、えーとまあ、食感制度がなくなって米を作るのは自由になったで、えー、飼料米が残ってるよねとそういう政策誘導のあるよねというふうに言いましたけれども。えー 資料米なんか作らないであの、ちゃんと食用米で頑張るんだというような人たちもたくさんいるわけで、そういう形でその、えー、生産者、あるいは農業者の自由度が増えてきたということは言える。しかし、それではまだまだ足りない。したがって、あのまあえー、と畑田先生なんかを中心にあの規制改革あの、進めようとしているけれども、 一つはその農協という政策というかベースティッドインターレストグループがあるということで進んでないおっ,しゃおっしゃる通り、まあ、30年前とは同じと言いながら30年前よりも進んできた部分はあるんだけれども いかん,せんスピードは遅い、そのままでは、えーとまあ、世界に越していく農業というところまではいたあの至らない、えー。その心配があるのが、あの後半で申し上げたこの緑の、えー、食料システム戦略、つまり、えー、これを打ち出すということは自給率下がってもいいんだとい,い,い,いう言い方になるんですね。 つまり国際的に望ましい農業の形態を足並み揃えてやっていれば、国際的にはもう批判されることはないんだというスタンスに変わってきてなかったなというふうにちょっと思って、あのえー、なんていうか、その懸念しているところですね。つまり規模拡大だととととかか効率化とかということは その農水的には古いんだとむしろ環境に優しいあるいは SDGs に沿った農業をやるっていうことで、えー、国際的には評価されるんだったら自給率が下がってもいいんじゃないかそんなふうな転換をしそうだという懸念が私にはありますので、えー、確かに3年前よりは進んだけれども今度は別の形でまた衰退が始まるんではないか。 いう懸念を持ってますちょっと直接的なお答えになったかどうか分かりません。あ,あ,のありがとうございました。ありがとうございました。何か今ちょっと時間をもうあの過ぎているので、何か今ああこれからは何かインフォーマルのディスタッションに入るんですけれどもあの、ちょっと今一回何かみんなあちょっと拍手して。 おいいいししたいと思います。はい、本間先生、ありがどうもありがとうございました、はい。そして今からインフォーマーでお話したいんですけれども。はい、はい、大先生。よろしくお願いします。あ、本間先生、ご報告ありがとうございます。いろいろ勉強になりました。うん、えっと私から2つの質問がありまして、1つ目は、えー、ご報告の中に、あの 九州の農,、えー、農林生産の生産額についてはあの全国の1割あ2割を示しているんですね。2割ですね。はいえー、しかし、輸出については1割しか占めていないです。その理由は九州の農林生産物の,の輸出物の,あの付加価値は低いでしょうかそれとも他の。 原因ありますかそれは一つの質問でもう一つは、まあ、今後貿易自由化とかいろいろ動きがありましてあの海外の輸入品と競争するためには、まあ、やはりあの日本の農林産品の,その、まあ、この産業全体の生産,率を生産性を高める必要がありますが。 生産性を高めるためには土地の集約が必要だと思います。しかしあの印象的には日本の農家が土地を手,手放すことに対して何か非常にあの抵抗感があると感じています。えー、もし土地を手放した,したくなければ他の農家あの何世帯一緒に何か組合い の形で一緒にやる試みはそういう試みはあるでしょうかとりあえず以上の二つのご質問です、はい、あ,ありがとうございます、えー、と九州からの産物これあの少ないというのは、うん、あのさっきちょっとトイック的に、えー、トリックがあるよねというふうに言いましたけれども一、うんえー、兆円のその半分 が半分近くがあの食品なんですね。ああ<ー>。加工品。はい,はい、はいあの。工場のある、つまりインスタントラーメンの工場のある県の,なるほどの輸出が多いんですよ。<laughs> 純正の農産物じゃないですね。工業とか加工品ですよね。そうそうそう。だから工場のある県のウィトが高くて、九州の場合には。はい えと純粋に農産物の一種類がりえ <laughs> そうするとやっぱり付加価値がちょっと低いですね。そうですね。だから、あのその加工品があの割合があの小さい,というのが。なるほど、ね。あのえー、一番大きな原因ですね。原因ですね。 2番目の,その輸入品との競争というのは、まああのえー、あのこれもご指摘のとおりで、まあ、九州の場合には稲作の比重があんまり大きくないんで、あれですけども、米が有要望だとすると、えー、そのどこにった そのもっともっと規模拡大をしていかなくちゃいけないということがあって、えー、そのための農地集約これは必須であるからそのしかしながらその農,農,農家は農地を手放すのは嫌がってるとこれはあのいろいろ、えー、言われてるわけでそのまあ こういう人たちが何でじゃあ,あの田んぼを交換しないのって言ったら、まあ先祖伝来の <laughs> 農地を手放すのは嫌だとか言ってるんだけれども、うん、も一つには農業をこうあの小さくても続けていくことにメリットがあるんですね。うん、それはなぜかといったら、あの固定資産税が安い、だ、うん、から相続税が猶予される。ゆくゆくはチャラになる。なおかつ えとまあ、大都市近郊で言えば、えー、その農地をいわばあの農地がいずれ転用されるかもしれない工場が来るスーパーマーケットが来る、えー、高速道路が走るといったことでもう30倍ぐらいの値段で売れたりするわけですね農地価格。でそういういいわゆる転用機体 があって、いやそれはバブルの頃の話でしょうという人もいますけれども <laughs> あのバブルでなくたってその保有コストがかからないんで、えー、といつまで持ってってもいいわけですよだから万億の代まで持ってたっていわばあの宝くじに、えー、あの当たるのを待ってるようなもんでで自分の代ではなくてもいつか、えー、とその50年後でも100年後でもあの えー、当たるかもしれない宝くじを残しておきたいのっていう、うん、そういうあのモチベーションがあ,の、まあ、あるわけですね、みんながみんなとは言わないですからしたがって、えー、北海道以外の農地はいわゆる収益還元価格、つまり農産物のもうけからその、えー、計算した土地の値段にはなってない、それよりはるかに高い農地になっていると。 だって農地はなかなか買,買って規模拡大というのはできない。北海道の場合は規模拡大はほとんどは、えー、その農地の売買によって行われている。ですからまあ北海道のような形にするためにはまあそういう転用機体を排除するだとかあるいはその一定規模の その農業経営してないところには優遇税制をその外すといったような形で要するに農地の保有コストを小規模農家の農地保有のコストを上げるということが一つはあるんですけれどもこれはあの何度もその新基本法1999年に制定された時の まあ、あの委員をやってまして、その,その調査会のですね、その時に何度も言ったんだけども、いや、あ本間さんその、税金を下げる話はできるんだけども、税金を上げる話はとてもとても政治的に通りませんとか言われてるんです、一周された記憶があるんですけれども、そういうものを排除する、えー、ということと、それからもう一つは、 さっき言ったようにあの、はい、この農地の賃貸を流す方法を含めて、マーケットがうまく機能してないんですね。だから、このためにもっとあのその乱暴な言い方をすると、一般の不動産屋を入れてあの、マッチングすればいいじゃないのと。彼らは、えーっとね、あのその取引が成立してなんぼの話ですから、情報をどん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 引き出しますよ。 お互いのマッチングをで。これをやってるのは市町村だとか、えー、都道府県だとかあの、うん、連中ですからモチベーションそれから効率化のインセンティブないわけですよね。よくしたいという行政的な、えーそのね、あの良心はあるかもしれないけど、うん、ここはやっぱりこのじょ情報の非対称性がまさにあの起こってると。 確かに自分の集落のところでは、えー、農地の情報はあってもその限られたマーケットの中でしか情報は流れてない。うんだから、ね、あの北海道の農家が九州の農地買ったっていいじゃないとそのための情報をもっともっと開示し合うという,うそういうシステムを作らなくちゃいけないのかなっていう気がしてます。それから、あのーまあ、組合を作ってそのグループ農業みたいなことを はあのされてなないいいいののあるいはできないのっていうあのご質問最後ありましたけれどもそれはあの集落営農という形でやっ,てやってます。やってるんだけれどもなかなか機能しないんです。機能しないというより中山間地といわれる地域ではその、えー、と集落で農地を集めてそれを集団で経営するという方法がもう長い間取られてきました。 しかし,ね、しかしそれがなかなかその効率化しない、何件か集まってやるわけで、一定の規模はあっても、それが中山間地ということもあって、えー、なかなか規模のメリットが出るようなところに至ってないということもあって、で年寄りがだんだんなくなっていくということもあって、この集落営農というのも数が少なくなってきている。 いうのは現状なんですね、うん、ですからそうするとそう,うそういうところにはむしろ大胆な発想で、えー、サービス産業化してその漬物工場でおい,おいしい漬物パークを作ってじっちゃんばっちゃんのアイデアをもっともっと、ね、<laughs> 活用するだとかねそういうあの別の方向でその農業に固執するんではなくてまあ,あの今 えー、反応反 X みたいな言い方をしますけれども、<の>半分農業をやって、半分農っんん、ね、以外の、それこそあの文学をやったり、芸術をやったりということも含めて、<laughs> あるいは、ね、あの木工作業をやったり、なんていう形で反応反 X と。 いうようなところでもっと現実的っていう、ね。そうそうそう。うん、だからその農業だけで、えっ、ー、と、その、数個集まって、えー、頑張ってやろうねというのは、長い間行われてきたけども、むしろそれは衰退していってると。うん,うん。それで、あの平場っていうか、平地のところでは、うん、規模拡大はやっぱり、なかなか、その、えー、集落では起こられていないと。で、あのまあ、唯一例外は、 あの熊本の菊地地区で、ここはのリーダーシップがあその、えー、発揮する、えー、っとあの人たちがいて、えーえーっと、300ヘクタールの農地にその地区全体をまとめられたという<ー>あの事例があるんですね。で、その場合には土地を提供した人たちで、特にお年寄りの土地の場合には、 年寄りにあの仕事を残しておくんですよ。土地を出してからあなた,たはもう農業やんなくていいよっていうことではなくて、うん、基本的なオペレーターはあの若い人たちがやってあのトラクターコンバインでガンガンその営農してしかしあ,のあぜ道だとかそういうところの草取りはじっちゃんばっちゃんやってねという形で委託作業にすると。うん 300ヘクタールだったら、まあ、100世帯ぐらいの平均の、ね、そ,うそ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 う、うん、270世帯だったかな、うん、正確には。うん、<ー>270世帯ぐらいをあの、まあ、あの平均、えー、1世帯、1ヘクタールをまとめた300ヘクタールの当時の農業生産法人ですね、今の、えーえー、農地保有適格法人の形にまとめ上げてやっていると。 そういう例は、うん、ひら、あの、ひたまっはか、ないわけじゃないんだけど。うん。これは相当のリーダーシップは必要ですね。責任を取って、レスコも、です。あの、こわ、恐れずやる人が必要ですね、うん。だから、あの、いきなり、しかも、それを、あの、えー、組んだ時にも。あの、すべての人たちを、えー、こう、あの、仕事を奪うんではなくて。やっぱりそれなりの仕事を残していくと。いうことは、うん、まあ、重要だという。 まあそういうソフトランディングが必要だということですね。はいあの、よろしくご説明いただきありがとうございました。えー、他のご質問とかご意見とかありますでしょうかあ私はちょっと何かあの多分先生の発表とちょっと違うかもしれないんですけども、何か市区町村や県別都道府県別とかに1人当たりの生産性とかを 測ることはできますか、はいあのえー、っと少なくともえっと県別には GDP、えー、つまり農業を再出額ありますしいわゆるアウトプットっていうことだけであれば市町村を含めてすべてありますのでそれを、はい、あの1 1ケータイあたりつまり1農家あたりに直して比較するということはできますただ作、はい、ってるものが違いますのであのお米のところと,、えー、と畜産のところではやっぱり全然あのアウトプットの単価が違うわけですよねしたがって九州はかなりあの高く出ると思います畜産があ<ー>多いんで。 私は何で言ってたんでえ、そのもしそういうこととかは農家たちはみんなあの見,見ることができてたら行動経済学的にあ私たちの失教ソーンとかだったら 生産性は低いよ、ちょっと頑張らないといけないとか、そういうふうにコンピティションとかなってて、生産性が上がるかもしれません。g グッドアイデアですね <laughs> あの。それはだから、それい本当にあのやってほしいんですね。それを仕切るのが実は農協なんですよ。しかし農協は競争を嫌いますから。<laughs> だから自分の館内の内 えー、その、ね、生産性があの隣の、えー、農協の、ねえー、地区よりも低いとか高いとかということはあんまり言いたがらないと。ああ。応したがらないと。で、そうすると何らかがあの理由をつけて今私がすでに言ったようにあっちは田んぼばっかりだからねと。いいわけには、<laughs> ほんま先生が提供してる。<laughs> そう。あのうん け私もあの、えー、と農協詳しいのであの農協側に立ったあの <laughs> ディベートできますから <laughs> そうですね <laughs> そしたら誰か何かあの法人や大学とかをそういうことをあのそういう一つのウェブサイトとかで作った方が何かいいかもしれませんねそうですねそういうそのコンペティションを少しやるという意味ではまさに農水省の仕事だと思いますけどね <laughs> そうですね。しかし政治的な問題にな,なりますので、特にボールバンクポリティクスとかに問題が上がってしまいます。そうですねあの。議員さんが、うん、ノスチョウそれやめろとか絶対言いますから、ね、<laughs> そうですね。例えば、東大のあの農業研究家とか、あれとか作った方がいい。そう,そうそうそう。そ,うそれはのもしろい意見ですね。だからか、か過去のトレンドを とね、あのクロ,クロスセクションとあのタイムシリーズとかでも、はい、そうです。お前先生、もう1個ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい